プレスルドラ、どうもクサンジです。テレビアニメ僕のヒーローアカデミア第7期19話 I am here、 私が来た。オールマイトの復活会がついにアニメ化。現役で引退したかと思われたオールマイトがラスボスオールフォーワンを前に立ち上がる神回。爆豪カツキが死んでしまい、ダビは直径5キロの超高圧爆発寸前。誰もラスボスオールフォーワンを相手できない状況での激アツイベント。しかも幻のトドロキショーとライジングまで来ちゃいます。そんなね、回はぜひ僕小三治と一緒に深掘りしていきましょう。冒頭に登場したのは引退したはずのヒーロー。彼は全面戦争後突然糸が切れ、引退したヒーローの一人でした。彼はナンバーワンヒーローのエンデバーから率先してヴィランを制圧する気骨のある男と称されるほど信念のある立派なヒーローでした。そんな彼は全面戦争後、大好きなタバコで一服もせず市民のために奔走していたとか。でも帰ってくるのは八つ当たりと会議の声。応援もあるけど一つの罵声が銃の声援に勝る。辛かったと。自分はヒーローだと思っていたが、自分は人間なんだと自覚し、デステゴロは引退。自分も面倒を見たことのある遊泳生、そして後輩ヒーローを遠くから眺める日々。もう違うと分かってはいた。でも一人で頑張ってるデックを見てしまったと。また辛いことが待ってるって分かるけど、動かずにはいられなかったっていうヒーローがこのデステゴロ。実はこのシーンですが、堀越先生的にアニメ1話のデステゴロ登場シーン、彼の兄俺がね嬉しかったようで、彼の復活シーンはこうしたいと決めていたとか。こう原作をね保管する兄俺は原作ファン目線もね非常に嬉しいものですね。この後には幻の最強ヴィランギャシュリーも控えてるし、実はねいろいろあったりします。ぜひチャレンジしてるアニメも見てみたいところです。このパイナップルサムライ G はステインと言いまして、ゴミヒーローが多すぎるとヒーローを粛清していたヤバい人。彼は神の国にずっと息を潜めてて、大好きなオールマイトの聖地を守護してました。かつてのホス事件ではエンデバーとイーダ君をステインは偽物のヒーローだと断言していたわけです。その経緯からステインは今のエンデバー、そしてインゲニウムを見て何を思うのか非常に見物。一体どこに向かうのかが大注目でした。ステインの激ヤバ思想の根底にはオールマイトが至高のヒーローであるという考えがありました。このステインのおもろいところは、オールマイトの超ガチ勢で引退してヨボヨボのオールマイトを応援していたところですね。オールマイトは現役を引退し、後進育成と現場の陣頭指揮を頑張ってました。それにやりがいを感じながらも、周りに自分が助けられる日々によって自分はヒーローから遠ざかっていると錯覚する毎日。それに限界を迎えたのは、弟子の緑谷出子を一人ぼっちにさせてしまい、彼を助けることができなかった時、自分の無力さに絶望しました。神ごとき力を持っていたオールマイトが血に伏せる姿をこっそり見ていました。厄介ファンは得てして昔の方が良かったと今を否定するアンジになり果てるわけですが、おもろいことにステインは今のオールマイトを応援していたわけです。人々はオールマイトが持つ力を褒めたたえたんじゃなくて、彼が持つ精神性、それこそ個性、どんな時も笑顔で人々を助ける最高のヒーロー、その信念を人々はたたえたと。その人が持つ本質は光であり、受け継がれる炎である。オールマイトという人間の個性は光そのもの、もう生まれながらにヒーローとしてしか生きらんないと。死ぬまで醜くもがいてでも次の大火に火をくべ続けなければならないと。それがオールマイト。ステインは涙を流すオールマイトを励ましたわけです。個性ワンフォールをデクに譲渡し、無個性になったオールマイト。かつてデクにこう聞かれました。個性のない人間でもヒーローになりますか、個性のない人間でもあなたみたいになりますかと。それにオールマイトは後悔しました。プロはいつだって命がけだよ。個性がなくとも成り立つとはとてもじゃないが口にできない。警察も立派な仕事だよと。現実も見なくてはな少年と。そんなオールマイトでしたが、無個性でもプロヒーローになれる道をデクに示します。オールマイトの人脈、そして全財産を投げ打ったハイテクナノスーツでした。ずっとねなよなよオールマイトを見ていたからこそ、この回は衝撃しかないわけです。これがオールマイトの自信。ダビが超高圧爆発を引き起こすという最悪を止めるべく、トドロキ君とイーダ君をダビの元へ向かわせたわけです。この静寂にね包まれた会話、原作の中でもトップクラスにね好きな会話シーンです。その前後のね塚内警部の心配と相まって、このオールマイトの会、原作ナンバー386 I am here はね本当に好き。オールマイトにお願いされたはいいものの、飯田君はトドロキ君を乗せて神の句からダビの元に移動しなきゃいけません。しかも数分、その速度を計算するとざっくりマッハ3付近、戦闘機をね軽く超える速度であり、それを飯田君はやってのけてしまうわけです。
まさしくロケットエンジンで、紛れもなく A 組最強クラスです。この話で判明したのは、トドロキトーヤが氷の個性持ちだったということ。常時発動型の死に瀕した時のみに発動する氷の個性、それはトドロキエンジが本当に欲しい個性だったというのが肝です。トドロキ君は炎の火力を上げるために体内の温度を高める必要があります。その一方で急激にね、温度を上げる体がいかれちゃうので、氷の個性を使いながら繊細な体内温度管理が要求されます。しかしトドロキトーヤは対照的に、そんな繊細な体温調節なしで急にドカンと火力をぶち上げてくることがありまして、トドロキ君はそのトーヤの炎の個性に驚愕していたわけです。それがトーヤの持つ個性、どんだけ爆熱しても反射的に内側から冷やし続けながら動ける肉体、それがトドロキトーヤの本当の個性でした。この個性はトドロキエンジが本当に欲しかった個性になります。彼は最強の炎個性を最大化する個性が欲しかったんですね。決して氷で戦いたいわけじゃありませんでした。そんなトーヤの個性は、トドロキエンジがしっかり見ていれば分かったという皮肉、少しでもトーヤを見ていれば家族みんなが笑えていたかもしれない、そんな青写真がこれでしたね。ただこの青写真を見て分かる通り、トドロキエンジがトーヤを見ていればトドロキショートがいなかったかもしれないという矛盾があったり、まあとはいえね、タラレバをいくら話しても何も変わんないわけですね。だから今が大事だと何度もトドロキ家の話で言われてきたわけです。最後にトドロキショートです。トドロキショートもオールマイトに憧れました。彼がオールマイトのどこに憧れたのかは明確に描かれていませんが、おそらく安心と希望をもたらす献身性だと思われます。彼の実家は轟家といい、家庭環境は最悪でした。親父は自身の野望、ナンバーワンヒーローになる野望を、自分が最強であることを証明するために子供に野望を託してしまいました。オールマイトを自分では超えられないと、それを彼は子供の使命と決めつけ正当化し、家庭内暴力と遜色のないハイレベルな英才教育を施します。それを邪魔する妻を暴力と怒号で壊し、病院送りにしたり、全く関係ない子供は家政婦と妻に任せっきり、また一度は野望を託した長男はいろいろあって放置、気づけば長男は大火災で失踪したので死んだことに。そんなカオスな家庭環境で轟ショートはオールマイトの映像に目を輝かせます。安心と希望をもたらす献身性、そのオールマイトの言葉は自分を肯定してくれているようにも思えたし、親父のエンデバーとは対極にある存在で、それはより輝いて見えたんでしょう。その憧れをお母さんは肯定してくれました。でも悲しいことに、親父への憎しみで轟ショートは憧れを忘れてしまいます。なんと10年間憎しみだけで生きる毎日、親父の炎を使わずお母さんの氷だけでナンバーワンヒーローになってやると、親父への嫌がらせだけを考える10年間。そんなある日、トドロキショートは緑谷イズクと拳を交えます。デグは明らかにボロボロなのに向かってくる。その理由を聞くと、彼はかっこいいヒーローになりたいからと。それだけ、たったそれだけで自分の10年間を一周、全力出さないとかふざけてると、みんな夢に向かって全力でやってんだ、だから君を超えて勝つと、その言葉を聞いても親父のと口にしてしまったトドロキショートでしたが、デクに君の力じゃないかと正論パンチを食らい、つい全力で戦ってしまった。初めて自分の個性で全力を出してしまった炎と氷。この時トドロキ君は親父のことを忘れたとか、それがいいことなのか悪いことなのか分からなくて少し考えることに。他のクラスメートみたいに夢に向かってまっすぐ走っていいのかと。それは親離れの瞬間でした。これをきっかけに轟ショート本人が他の家族と会話するようになり、家族全員が前向きに動き始めます。しかしそんな轟くんを前に、エンデバーを否定するやつが続々現れたり、やはりエンデバーの息子であることはヒーローになる上でどうしても避けては通れないんじゃないかなと自覚するように、挙句の果てには消えたはずの長男も現れる始末。過去は消えなかった。それでも轟ショートは自分で全部背負い、過去を清算しようとします。彼は誰よりも優しかった。本人は自覚してませんが、緑谷イズクから見ても優しいと言われるほどの人間性の持ち主。轟ショート曰く、友達は他人のために怒ったり泣いたりするから俺もそうなりたい、大変だけど頑張りようとも語っています。このように誰よりも優れた個性、判例判念を持ちながらも、自分は何歩も遅れている半端者、未熟者だと思い、
他を常に尊重し続ける男がこの轟翔斗です。でもただ優しいだけではなく、時々情熱的になったりもしますし、特殊な家庭環境だったので常識が欠落してて天然だったりもします。そういう意味で全てを持っているヒーローでもあります。というわけで次回のヒロアカはなんと戸賀姫子だとか、一体どこまで行くのでしょうか。少しね強引な感じもしつつ、我々はねタダで見させてもらってるので座して待つのみ、とはいえ目前な感じとなるとね、いよいよヒロアカの夏がしっかり終わりますね。ね、今後のヒロアカテレビアニメの行方も注目になってくるんでしょうか。単行本コミックス最終巻もあると。秋が来たらすぐにジャンフェスがあって、すぐにクリスマスが来て、なんか正月が終わって、気づいたらまた変わり映えのしない新生活が始まってと。早いですね。しっかり皆さんも、僕もね頑張るんですけど、目標を立てながらヒロアカを胸に頑張っていきましょう。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。まだチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。 See you next 動画。バイバイ。